桃谷駅構内で発生しました沿線火災のため、一部の列車に遅れや運転取りやめが出ています。JR 神戸線、JR 大阪線、すべての列車の運転を見合わせています。
15分ごろ、学研都市線越谷駅から東寝屋川駅間で列車がお客様と接触したため、地上川手駅から長尾駅間で運転を見合わせていましたが、6時40分に運転を再開しました。学研都市線の列車に遅れや運転取りやめが出ています。このため振り替え輸送を実施しています。復旧の見込みが立っておりません。国本町朝霞駅間での河川増水のため遅れや運転取りやめが発生しています。このため大阪市営地下鉄南海電鉄で振り替え代行輸送を実施しています。大雨のため遅れや運転取りやめが発生しています。での河川増水のため遅れや運転取りやめが発生しています。このため大阪市営地下鉄南海電鉄で振り替え代行輸送を実施しています。大和路線で発生しました大雨のため一部の列車に遅れや運転取りやめが出ています。復旧の見通しは立っておりません。
大和路線で発生しました大雨のため、一部の列車に遅れや運転取りやめが出ています。空港までの区間で列車の運転を見合わせています。復旧の見通しは立っておりません。
15時19分ごろ、阪和線大鳥から上野芝までの区間で人身事故のため、南海電鉄、近畿日本鉄道、大阪市営地下鉄で振り替え代行輸送を実施しています。列車がお客様と接触したため、阪和線、関西空港線、大阪環状線の列車に遅れや運転取りやめが出ています。このため振り替え輸送を実施しています。19時ごろ発生しました、大阪環状線弁天町駅構内での人身事故のため
大阪環状線の運転を見合わせています。再開は20時30分ごろの見込みです。大阪市営地下鉄阪神電車近畿日本鉄道で振り替え代行輸送を実施しています。弁天町駅構内での人身事故のため大阪環状線の運転を見合わせています。再開は20時30分ごろの見込みです。大阪市営地下鉄阪神電車近畿日本鉄道で振り替え代行輸送を実施しています。JR 東西線で振り替え代行輸送を実施しています。